ノーマネーノースマイル。皆さんこんにちは、マネージャーの瀬名です。いつもマネージャーご視聴いただきありがとうございます。さあ今回ですけれども、今回のテーマはこちら、タックスヘイブンとはということで、合法的に納税を逃れられると欧米企業とか一部の要人富裕層がこぞって利用してたこの夢の地、その制度について、気持ちはいいよなと遠目で見ている人も、なんでそんなことが許されてるのと、制度設計とかその存在意義自体を疑問に思う人、今回はこのタックスヘイブンについて、その背景と仕組み、そして今後大きくその存在意義が変化していく可能性があるといった足元で取り上げられているトピックについて、詳しく、そして限界まで分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。さあということで、早速ですが、タックスヘイブンとはということなんですけれども、まずこのタックスヘイブンを一言で言い表すとするならば、課税免除とか税金のほとんど減額されるというようにですね、税制優遇を受けられる国や地域のこと、それをタックスヘイブンというふうに言います。で、日本語直訳で、租税回避地というように言われたりもすることがあります。で、こうした地域を利用する企業っていうのは、そのほとんどがですね、現地にこのタックスヘイブンと言われる地域ですね、そこに本社事業所を持つということなく、連絡用の支所箱ですね、この郵便ポストみたいなもの、それだけを設置しているという場合が非常に多いです。で、その管理とかそういったものも専門の業者っていうのがいてですね、そこに丸投げしてしまっていると。つまりペーパーカンパニー、要は会社としての実態もその支所箱だけでですね、紙の書面上で存在しているだけの会社という会社がほとんどだというのが実態です。さらにそういった地域に登録してそれを利用している会社の情報、あるいは富裕層とか個人の情報っていうのは非常に秘匿性が高いというふうな管理がなされていて、そういったことも相まって国際社会からはですね、不透明な資金を生む温床になっていると、そういった問題がたびたびこれまでも幾度となく指摘されてきた、そういう歴史を持っています。で、こういった実態を踏まえて、近年では足元ではですね、国際的にその税制の再整備、タックスヘイブンおかしいじゃないかと、一部の人だけがそうやって多額の資金を貯め込んでる資産を不正に税金から逃れる形で守っている、あるいはもう単純に犯罪に使われた資金がそこに流れていっているというような指摘があって、それを是正しようというような動きが出てきています。で、このタックスヘイブンの代表的な地域としては、バハマとかバージン諸島、ケイマン諸島と、まあ、非常に小さな島、そういった国、地域に偏っているというのが非常に特徴的です。で、なんでこんなことが可能になるのかというと、やはり各国の法制度、税制ですね、こういったところには微妙にこう穴が開いている、つまり抜け道がある部分があって、こうしたところを縫うような形でそういうのを利用した制度をこういう地域、国が用意している。で、それを外国の企業とか富裕層が利用しに行っているというのが実態なんですね。で、さらに当然脱税、これは違法行為です。でもこの節税策というもの自体は違法行為ではありません。つまり法の抜け道を縫ってるといえども、それ自体はルールの範囲内でやっていることということになるわけで、違法行為ではないんですね、こういったタックスヘイブンを使うというのは。ただしそれ自体が非常に複雑な仕組みを使ったり、もうどうにかしてその自分のたくさん、庶民では手を届かないようなたくさんの資産を守ろうとしている姿勢自体が非倫理的だというふうに捉えられて批判を浴びているというのが現状です。ではさらに詳しくポイントを見ていきたいと思います。はい、タックスヘイブンのポイントということで、まず一つ目に、税負担の軽減を目論む法人個人がこうしたタックスヘイブン、租税回避地ですね、これを利用することで支払う税額を少なく抑えようとする、これが最も基本的なこのタックスヘイブンのポイント、まあ、つまり法人個人が自分たちが本来払うべき税金をですね、こういったところを返する、こういったところに資産を預けておくことによって、本来かかる自国の税額を抑えようとする動きっていうのが、このタックスヘイブンを使った動きということになります。で、こういった制度を用意している国とか地域っていうのは、まあ観光資源とかそういうのも含めて資源が乏しいわけです。つまりそれによってお金を稼ぐ、外貨を稼ぐための材料がないので、税制上のメリット優遇策を用意することで外国企業に振り向いてもらって、じゃあそっちにお金を預けるよというような動きを誘発することを目的としているわけです。で、先ほど言いましたように、従来からマネーロンダリング、これは後ほどお話しします。または多国籍企業、さまざまな、今もうどんな企業も大企業っていうのは海外と取引してるっていうのは当たり前ですから、
そういった多国籍企業、さらには富裕層、こういった人たち、まあ、いわゆる資産をたくさん持っている人たちが課税逃れとして、そういったところを利用する、活用するということに問題があるんだというような声も根強いというのが実情です。で、OECD、国際社会などからも、そういった税率とか法制度、そういったものの透明性、まあ、非常に秘匿性が高いということで、もうそういうタックスヘイブンで運用している人の情報とか、そういうのが外に出ていかないという状況にありましたので、そういった部分が犯罪のそういった資金の流れを生んだりしているということで、是正を促されているというのがありました。で、このマネーロンダリングですけれども、これはですね、粉飾決算とか、まあ、いわゆる経済犯罪、企業の不祥事とか、あるいは汚職、そういったものが様々な国でありますけれども、そういったものに使われる資金、そういったもので得た資金、さらには麻薬取引ですね、そういう表に出ない犯罪行為によって得られた資金、そういったものが複数の架空口座とか、あるいは海外の口座、さまざまないろんなところにある口座を経由してですね、こうごっちゃごちゃにこう取引を何回も繰り返すわけですね。で、その中に架空の口座とかがあれば、後で振り返った時に、じゃあこのお金が怪しいとなっても、それを紐解いていこうとしたら、もう途中で誰のものかわからなくなるわけです。そういう形で資金洗浄と言ったりしますが、もうお金をぐる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 様々な場所を介して回してしまって、出所をわからなくするような行為、それをマネーロンダリングというふうに言います。ですから、犯罪で得た資金とか、犯罪を行うことで発生した多額の資金というものを、そういった銀行間の取引、あるいは株とか債券とか金融商品を一回またいだりといったような取引を何回も繰り返すことで、洗浄してきれいなお金に変えてしまうというのを、このマネーロンダリングというふうに呼びます。で、このタックスヘブンというのは、実はタックスヘブンと勘違いしている人は結構いるんですね。ヘブンとヘイブンが非常に似ているので、ごっちゃになってしまうことがあるようなんですけれども、あくまでこれタックスヘイブン。ヘイブンというのは英語で避難所というような意味ですけれども、税金天国という意味のタックスヘブンではなくて、タックスヘイブン、避難所だというふうにしっかり認識しておいていただけたらと思いますが、実は数年前にこのパナマ地域ですね、このタックスヘイブンの一つですけれども、そこでこのタックスヘイブンを利用するために、さまざまな登記とかその支援を行っていた法律事務所、ここがですね、その中で取り扱っていた案件のに関する資料、それを流出させてしまったと。これパナマ文書事件というふうに言いますけれども、そういうことが起こってきています。これによってですね、それまで明らかになってこなかった秘匿性の高かった取引というものが一気に明るみに出て、あの人もこんなことやってたのか、あの人もこんな卑怯な方法で自分の資材を、私腹を肥やしてたのか、というような批判がものすごく世界的に高まったということがありました。少しこのパナマ文書についても見ていきたいと思います。はい、パナマ文書とはということで、これはですね、2016年にパナマの法律事務所、モサック・フォンセカというところ、この事務所から流出した文書のことです。で、この文書がですね、1870年代、もう相当前から、150年ぐらい前からですね、作成され続けてきて、膨大な記録がそこに積み上がっていて、様々な裏にあった取引なんかがそこに記載されてたと。で、この文書の中身によってですね、それまで、まあ、例えば政治家とかが課税を強化する、国民から税金をどんどん取るぞと言ってた人が、実はその裏で個人的にはタックスヘイブンを利用して蓄財をしていた、税金逃れをしていたというようなことが明らかになって、そのうちの一人、アイスランドの首相なんかが辞任に追い込まれたりもしました。で、さらにはその後も他の法律事務所、アップルビーと言われるようなところから、パラダイス文書と呼ばれるような文書が流出したり、あるいはこの10月、2021年10月には、ジャーナリスト連合がですね、国際的な調査を行って、パンドラ文書というものを手に入れて、膨大な数になる資料ということらしいんですけれども、そこにも様々なそういったタックスヘイブンを利用して、蓄財しよう、資材を、私腹を肥やそうとする人たちの記録が膨大な量になって積み重なっていたということが出てきています。これによって、まあ、つまりこのパナマ文書、あるいはパラダイス文書、パンドラ文書といったこういったものっていうのは、それまで非常に秘匿性が高かったタックスヘイブンという場所を使った節税、あるいは資金洗浄、マネーロンダリングですね、そういった中身が表に出てきたという事件のきっかけになった文書ということになります。で、じゃあこのタックスヘイブンっていうのは法律にのっとっているちゃんとした取引なんじゃないのかと、そこまで言われるっていうのはやっぱり違法なのかということなんですけれども、それがこちら、タックスヘイブンは合法なの非合法なのということで、結論から言うとですね、タックスヘイブンっていうのは利用自体は合法です。
つまり法にのっとった形で法律が制定されたその様々な法律の間を縫う形で節税対策を行っていく。それを組み合わせて自分の国だったら税制的に有利ですよということをまあアピールして、そういった地域が自分のところに外貨を取り込もうとしてたことですので、この合法ということは間違いないわけです。タックスヘイブンに資金を持っていく、あるいは会社をそこで設立する、こういった行為は合法ですよと。でさらには、こういったタックスヘイブンと言われる地域以外の国からですね、資金移動させるためのその国と国の間にある租税条約、まあ、税金に関する取り決めとか、あるいは海外オフシュア地域ですね、そういったところを利用して資産管理するという、その行為そのものに違法性はないと。ただしこういったタックスヘイブンを利用するために複雑な形でいろんなところを経由して送金手続きを行ったり、あるいは非常に多くのネットワークをさまざまな場所から引っ張ってきて、それを駆使して何とかして税負担を軽くしようというようなやり方、これには非倫理的だというような批判がつきまとうっていうのが、やっぱり人の常というか、まあ金持ちばっかり優遇されてというようなことはどの国でもある話ですので、そういった感情的な部分も含めて非倫理的といった見方がされるというのがこのタックスヘイブンということになります。でもちろん先ほど言いましたようにマネーロンダリングとかそういう犯罪的に獲得された資金というのはもちろん違法なものもたくさんあるわけですよね。そういうものが紛れ込んでいるということ自体は問題だというのは間違いないんですが、ちゃんと適正な形で資金を移動したり、そこで運用する資産管理を行うということ自体は合法ですよと。ただ、まあ、これを利用するかしないか、オフショアで、つまり 自国ではなくて海外でこういった資金管理をすることで税負担が非常に差が大きくなる、そういったことは不公正だと、不公平だということを指摘する声ももちろんあることは事実です。で一方でですね、資産のオフショア管理、海外で自分の資産を管理していこうということには正当な理由がある場合も多いと。でそれはどういう形かというと、各国の要人、つまり政治的に非常にトップに近い位置にいるような人たち、その国の方向性を決めて命を狙われているとかですね、国によっては当然出てきますので、そういった人たち、あるいは著名人、誰にでも顔を刺されて、でその人がすごく大きく儲けているということが分かっている人たちというのは、やっぱりそれなりに身の安全というものがリスクにさらされる、命の危険というのも国によってはやはり治安が悪いところとかそういったこともあり得ますので、そういったことがある中で自国内で資産を管理しているというだけでやっぱり怖いというのがあるわけですね。したがって分散管理の一環としてそういった海外へ資金を移す、資産を移していく、そこで運用する、守っていくということも、まあ、一つの手段としては認められるべきじゃないかということです。さらに極端な国や地域、新興国とか治安が悪い地域、そういったところでは犯罪者が本当に直接攻撃してくるといったこと、あるいはその資産を狙って、まあ、家族が誘拐されたりとかハッキングにあったり、そういったことも起こりうるわけですので、自国で管理するということが非常にリスキーだということで、オフショアで管理する、そういったことは十分考えられるよねというのがこの正当な理由というのに当たるわけです。まあ、日本でいるとそういった資産家が狙われてっていうような話っていうのはそこまで頻繁にはないですが、やはり海外のそれも治安が悪い場所ってなると、そういったことは当たり前のように起きますので、そういう人たちが自分たちの資産を海外に逃がして守っていく、そういった動きっていうのは当然あってしかるべきだという見方もあるということになります。はい。でそういったタックスヘイブンの背景がある中で、足元ですね、非常にこのそこに対する締め付けといいますか、世界的な制度の再設計、まあつまりそういった税逃れをしているというような人たちをもっと取り締まる、しっかりと税負担をしてもらう必要があるというような形での目線動きっていうのが活発になってきているということで、これ10月19日の日経ですけれども、タックスヘイブン存続の岐路に法人税合意で逆風ということで、課税逃れに対する包囲網が世界で徐々に狭まっている。136カ国地域が法人税の最低税率を 15% とする国際課税の枠組みで合意し、税制上の優遇措置で外国企業などを呼び込んできたタックスヘイブン、租税回避地と呼ばれる国、地域の多くは存続の岐路に立たされているということで、今ですね、世界的に最低税率ですね、これを 15% にしようということで合意されて、この税制優遇を持って外貨を獲得しようとしていた、つまりそれを売りにしていた地域が非常に苦しい立場に立たされようとしているという動きがあります。これを詳しくポイントをまとめたのがこちらです。はい。この国際社会のタックスヘイブンに対する動きということで、大きく2つポイントを押さえておいていただけたらもう十分かなと思うんですが、まず1つは OECD 加盟国を含む136の国地域で
国際的な法人税の最低税率を 15% とすることで最終合意されました。つまり世界の主要な国が法人事業を行っている人たちがしっかりと売上を上げて利益が残った、その残った利益から取る税金を最低 15% を確保しようということで合意に至ったと。これが2021年10月に国際合意されて、23年からの導入を目指すという形で動いています。ただ日本の企業ということで言うとどう影響するかというとですね、事業展開する国でその最低税率というものを考慮した実効税率、つまり最終的に自分たちがいくら税金払う必要があるのかというのを細かく計算していく必要があるわけですね。で 15% に満たない部分、最低税率が 15% と決められたわけですから、海外でそれより安いところで事業を行っていて 15% 払わなくていいということになった場合にも、それを自分の国で、つまり日本であといくら払う必要があるのかというのをしっかりと計算して提出しなければいけない、申告しなければいけないということになるわけです。でこれの実態としてはやはり欧米に比べて日本というのは租税回避地、こういったタックスヘイブンを使ってどんどん節税していこう、税額をどんどん低くしていこうという動きはあんまりしていなくてですね、税負担が極端に重くなるといったことはないだろうと見られています。つまりこれまで払っていた税金を同じ利益に対して急にこの 15% になることで税額がボーンと跳ね上がるということはあんまりないだろうと。ただこの制度が採用されることによって、当然日本企業でも多くの国で事業を行っている企業っていうのはたくさんありますから、そういった商社とか国際的な取引が盛んな企業においては事業展開するそれぞれの国でこの計算作業というのがやっぱり出てきますので、非常にこれ複雑だということで、その事務負担ですね、これが増加するというのが予想されていて、まあ担当者とかその社内の人たちには不安と簡素化を求める声が出てきているというのが実情です。で国際社会の動きとして2つ目はこのミニマムタックスとデジタル課税ということで、今言いましたポイントに重複する部分はありますけれども、ミニマムタックスというのはもうそのもの、言葉そのものですけれども、タックスヘイブンに子会社を設立して、まあ、いわゆる税制優遇のそういう旨味を受けようとしていた、そういう企業に対しては実効税率、実際に払う税金が利益に対して何パーですかっていう、その税率が最低税率を下回った場合、本国でその利益に対して最低税率に至るまでの部分をさらにプラスアルファで追加して課税しますよということ、この制度のことをミニマムタックスというふうに呼びます。でそもそもですね、こういった世界的な課税強化の動きっていうのは、この大手の IT 企業とかグローバルに取引を行う、事業を行う企業を想定して作られたものです。でそれを言語化した、まあ、言い表したのがデジタル課税ということなんですけれども、これはもう経済のデジタル化、つまり IT 技術の発展によってですね、もうどんな業態の企業でも海外との IT でのやり取りっていうのが当たり前になってくる中で、グローバルに事業を展開する企業、当然我々も非常にお世話になっているような Google とか Facebook とか Twitter とか、あるいは Instagram、TikTok、まあ、そういったところっていうのはもう日本の企業ほとんどないわけです。我々の生活に溶け込んでいるそういったサービスですら、海外で生まれて事業が営まれている、そういったサービスあるいはアプリっていうものがほとんどなわけで、そういったところっていうのはこうしたタックス成分とか、あるいはさまざまな税制のスキームを使って税額を負担を軽くしようという動きがあったわけですが、それに対してしっかりと課税していこうという動きが強まってきたのがここ数年の流れになっていますので、そういったデジタル分野 IT 分野で非常に大きく大きく成長した、膨らんだ利益が、利益をどん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 膨らませている企業に対してもしっかりと課税していこうというのがデジタル課税ということになります。ですので、タックスヘイブンというのは、その国々あるいは地域が税負担を軽くしますよということを自国のメリット、まあ、売り文句として外貨を得る、外国多国籍の外国企業を自分たちのところへ引き込んでくるということをまず目指してやっていることだと。でそれを利用する企業とか、あるいはその主体者っていうのは中には犯罪者とか犯罪によって得られた資金というものがあったりして、それをマネーロンダリングきれいにする方法として活用されたりするから、国際社会から指摘されて、そんな悪い方法で使われたりするんだから是正しなさいということを言われてたと。でさらには IT 企業がさまざまな広い地域で事業を行うことで、そこにうまく課税できない、仕組みが追いついてない部分があったので、そこにしっかりと課税できる形でこうしたデジタル課税といったものを議論され始めて、ついにこの2021年10月に最低税率がとりあえず合意されたというのが今の足元の流れということになります。したがって今後こういった IT 企業とかさまざまな広い地域で事業を行っている企業っていうのはますます課税が強化される、
特に欧米企業でそういった錬金術あるいは節税術を駆使して税額をどんどん抑えようということで動いていた企業はかなり税率税額がですねポーンと跳ね上がってしまうということもあり得るということになりますので、当然それは利益にも直撃しますので、そこでまた株価に対する影響とかそういったものも出てくるだろうというふうに言われています。今回タックスヘイブンということでこういった流れを押さえておいていただければ、今後ニュースでそういった話に触れる際にもしっかりと理解が進むかなというふうに思います。はい、ということで今回はタックスヘイブンということについて解説してきましたけれども、今回の内容を分かりやすかった面白かったと思っていただいた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。